こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、前回テレビというキーワードで吉谷さんからいただきましたんで、今回私からですね、インターネットを使ってビジネスをする人の中で、その偽情報商材屋っていうのがいるんですよ。これの見分け方をちょっとね、一つのヒントとしてお伝えしようかと思います。それではですね、こういうふうなキャッチコピーを使う方がいます。テレビでは語られない、まあ、私だけの秘密を皆さんに公開しますとかね、テレビは嘘ばっかりだっていうこと、こういうことを言ってる人っていうのは気をつけた方がいいんですよ。なんでかっていうとね、私もそうなんですけども、ほとんど私テレビ見ないんですよ。当たり前ですけどもね。で、テレビを見るのはインターネットのトピックスで見るんですよ。それで深掘りするものがあれば深掘りしてはいくんですけども、基本的には私は外部の情報ってあんまり見ないですね。要するに内側から自分の思考で作り上げたものだけを頼りにやっぱり生きていってるんですよ。誰かの考え方とかね、有名人が言ってるからそうだとか、権力のある人とか専門家が言ってるからどうっていうバイアスを受けないように、私はそういうのではなくて、自分の内側から一つの現象について、もう自分勝手に仮説を立ててね、その自分勝手な仮説を誰かに説得するわけでも何でもなくって、ただ自分がこう思ってるっていうことを感じて、しかもそれはですね、一瞬先には変わるかもしれないと思ってるんですよ。でちょっと話戻しますけども、なんでね、偽の情報商材屋がテレビはどうとかね、テレビは嘘ばっかりだとか、テレビメディアには絶対出てこないような情報をお伝えしますっていうような言い方をするかっていうと、それに対して私がね、それはおかしいだろ、それはインチキだろと思うのは、なぜかっていうと、テレビに出てこない情報をお伝えしますっていうのは、そういうことはね、テレビをむちゃくちゃ見てるってことなんですよ。で、テレビは嘘ばっかりっていうってことは、テレビむちゃくちゃ見てるんですよ。じゃないですか。だって、テレビで放送してる情報と、テレビ で出てない情報を比較するためには、テレビをしっかり見てないといけないですよね。で、インターネットから取った情報を引き算して、あ、これはテレビに出てない、メディアに出てない、雑誌に出てない、新聞に出てない情報なんだなっていうのが引き算で残るわけなんですよ。となると、膨大な時間をテレビを見るってことに費やしてると私は考えるんですよね。だから、テレビの中の情報は信用できないよとか、テレビでは語られないようなネタを持ってますとかね、裏ルートですとかっていうのは最初から、それはおかしいだろうと思うわけなんですよ。全然いいんですよ。テレビで語られていることでも、ちゃんとね、受け取り方とか解釈の仕方っていうのができていれば、例えばだね、テレビでこんなデモがありましたって言っても、その10万人規模のデモがありましたって言っても、それを本当に10万人って受け取るのか、いや、9万8000人だろって思うのか、全然違うわけですよね。だから自分の解釈をまずは持たないといけないと思うんですよ。じゃないと、情報を鵜呑みにするか、情報を完全否定するかっていうふうな、01思考によってしまうわけなんですよ。私の場合はだから一つの現象が起きた時に、それを無数の解釈で成り立たせていって、自分がまあこれ好きだなとか自分に都合がいいなってものを、まあちょっとだけね、自分バイアスをかけていくわけなんですよね。例えばこれからの世の中はどういうふうになっていくか、失業者がいっぱい増えるんじゃないかなっていう考え方もあるけども、案外失業者出ないかもしれないなと思ってるんですよ。で、アメリカの失業者っていうのが、失業保険がね、1000万件とか2000万件請求されたっていうことで、要するに失業者が2000万人いるっていうような情報をこう見るとすごくびっくりするんですよね。で、日本でもそのぐらいの失業者が出るんじゃないかなっていうふうに、その後に続けられると、確かにそうなるかもしれないなって今の状況だったら思うわけなんですよ。でも私はこういうふうに考えるんですよね。アメリカってのはもともと雇用の流動性が激しくって、解雇されたりとか採用されるのがもう頻繁に起きてるわけなんですよね。例えばこういうことなんですよ。私が聞いたところによって、幼い頃ね、アメリカの給料制度っていうのは週払いで、だいたい1週間ごとに、もう職場を変える人も結構多いし、人をクビにするときって朝出社したらね、その時点で今日昼までに荷物をまとめて出てってくれって言われるぐらい極端なんですよ。だから日本みたいに2週間後とか1ヶ月後に退職をねっていう風な話にはなんなくって、もう本当その場なんですよ。労働者もそうだし、雇用主もその場で解雇なんですよ。その代わり人手が足んなくなったら、もう圧倒的な雇用をね、ブワッと爆発させるわけなんですよね。ということで、アメリカなんていうのはもともと失業者って数字上は多いんですよ。その代わり雇用が改善したら就職率もすごく増えるんですよ。っていう感じで極端なんですよね。でも日本のイメージで見てると、解雇されたってすごく大変なことに思うわけなんですよね。まあ大変ではあるんですけども、でもそのための措置っていうのがもうね、もう歴史的伝統的にもうできてるわけなんですよ。アメリカなんて解雇になってもすぐに就職先が見つかるみたいな、こういうふうなね、スイッチを入れたり切ったり入れたり切ったりみたいな状況なんですよ。で、今週仕事がなくても来週仕事があって、その次はまた仕事がなかったみたいなのを繰り返してるんで、そのために失業保険が請求されるのはまあ当たり前なんじゃないかなって私は考えてるんですよね。で、日本とそれが当てはまらないのは、日本はね、人を解雇すごくしにくいんですよ。
だから解雇される人って正社員ではなくて派遣社員とかそういうことになってしまいますし、で一旦解雇されると本当にね就職が難しいんですよ日本では。まあ、そういうので単純比較できないかなっていう私は考えるんですよね。でもテレビの情報を鵜呑みにしちゃうと、もしくはテレビの情報を信じるなって言ってアメリカでは雇用がこんなにね、もう失われてるから日本でもそうなるんだみたいなことを言うと本当にそうかなって気がするんですけども、待てよと自分の解釈を撫で出してみると、いやアメリカはもともとそうやってスイッチ切るみたいにすぐに雇用がね手放されてまた就職が決まってみたいなこと本当に頻繁に起きるんで、失業率なんて本当当てになるのかなって感じなんですよね。でも日本の失業率ってのは回復がものすごく時間かかるんですよ。もっと言ったら一回失業したらもうね事業主は雇用しない可能性が高いんですよ。で今の時期、就職氷河期パート2が訪れるんじゃないかなみたいなことを言われてます2020年ね。いやでもねそれに対して私はどう解釈するかっていうのを今日の動画のまとめにしますけども、就職って概念がもう遅いんじゃないかなと、時代遅れなんじゃないかなと思うんですよ。だから就職をみんなでしようと思うのをもう最初から考え方を外さないと、その進学して就職活動してで就職を目指すとか転職をチャレンジするっていうのはある特定の狭い業種に限られていって、これからは一人が一ジャンル、一人が一業種を持つって形で、まあいわゆるね起業の道とか自分で稼ぐ道を取るのが当たり前で、そっちの方がマーケットが広いんじゃないかなと思うんですよ。はい、じゃあさらにまとめますけども、就職転職しようと思うと下等競争でも、自分で事業を始めようと思うとブルーオーシャンというね、そういうふうに思います。私もねブルーオーシャンすごく感じながら生きてます。吉谷さんもそうかもしれないですけどね、自分の発想で商品見つけてマーケット見つけて、そのマーケットから富を取り出せるわけじゃないですか。だからフリーランスになるのがいいかなと思いますし、今回の感染者不況に陥ってもね、やっぱりすぐにこう転換ができるんですよ。だって売ってるものが情報とかノウハウなんで、気づきとかね感情を売ってるんで、すごく切り替えやすいんですよね。そういう意味では小さい、ね、事業者になることがこれからの変化に対応するやり方なんではないかなと私は思うんですけどね、こういう情報はやっぱりテレビでは得られないんじゃないかなというのがオチでございます。それでは失礼します。テレビに気をつけてください。